シュンがジミニのセイントを倒したことにより、アナザーディメンションで飛ばされた異次元から解き放たれた氷河。氷河が落ちたのは第7の球。ライブラのゴールドセイントである老子が守護する天秤球だった。そこで氷河は懐かしい人との再会を果たす。アクエリアスのカミュ、なぜあなたが天秤球に。あなたは宝米球を守っているはずでは。お前をここで止めるためだ氷河。これ以上先に進むな。これは私の命令だ。そう残念ながら従うわけにはいきません。ならば力を持ってしてでも止めねばならないか。できません。我が師とも言うべきあなたに剣を向けるなど。相変わらず幼さの抜けんやつだ。ならば剣を向けられるようにしてやろう。なんだまさか、マーマの船が沈んでいく。マーマが遠ざかっていくのがわかる。海底の一番深いところへ。マーマ黙れ。死んだ人間にいつまでも涙を流しているお前の唯一の弱点を断ち切ってやったのだ。いくらあなたであっても許せない。俺の答えはただ一つ。その程度のコスモでは。はいと。オーライ。これからマーマを奪う権利はない。やっと決心がついた。氷河、やっと俺よ。ダイヤモンドラスト、ハリズリージングコース。マーマのことを忘れてしまえというのですか。そんなことはできない。マーマのことを忘れるなと。お前の心の中、それだけ。ママへの思い、私への憎悪で満ち満ち。そのような感情は真の戦意とは持つべき究極のコスだ。コピーかけ離れたものだ。やはりお前には無理だ。お前はこれで限界か。カリス、それだけ。オーロラサンダーアタック。狂気の恐ろしさを教えてやろう。もうこれ以上あなたに剣を振るうなどできない。氷河、その稚拙な考えを捨てるのだ。お前の目の前にダイヤモンドだ。俺は分かる。この神へに陶器を届かせることなど不可能。受けられるか。ケイナスの陶器。オーロラサンダーアタック。降りつく。ウィナー。まあまあ、俺の陶器ではダメだったというのか。この程度では、この先どんなゴールドセイントと戦おうと勝負は見えている。ならばこの私が引導を渡してやろう。喰らえ、アクエリアス最大の剣、オーロラエクスキューション。今のコスモは、そんな。セイヤ、お前も感じたか。ああ、氷河のコスモが一瞬大きく弾けて、その後完全に消えてしまった。まさか氷河の命が燃え尽きた。
許せ氷河よ。だが他のゴールドセイントに殺されるよりはせめて死とも言うべき私の手で葬ってやりたかった。その氷の棺はいかなることがあっても溶けん。お前の肉体は永遠にその棺の中で朽ち果てることはない。魂は天に昇ってもこの無人の天秤宮で永遠にさらばだ、氷河よ。巨海球を主流に任せ単身で四死球へと乗り込む聖夜。四死球を守るのはかつて幼いアテナの命を救い反逆者として命を落としたアイオロスの弟レオのゴールドセイントアイオリアだった。サオリをアテナと認め忠誠を誓っていたはずのアイオリアだが、その表情に聖夜の知るアイオリアの面影はなく殺気に満ち溢れていた。この四死球を通ろうとする者は誰であろうとこのレオのアイオリアが殺す。アイオリア、聞いてくれ。沙織さんは教皇だけしか抜けない黄金の矢を受けたんだ。しかもあと8時間以内に抜けなければ手遅れになる。沙織さんはアテナは死ぬんだ。何？アテナが死ぬ？無駄な戦いはやめて四死球を通らせてくれ、アイオリア。残念だがそれはできん。言ったはずだ、この四死球を通ろうとする者は誰であろうと殺す。クソ、沙織さんの死が刻一刻と迫っているのに、これ以上アイオリアと話し合っても無駄ってことか。こうなりゃ遠慮しないぜ。あんたを悪の側の人間として全力で倒すだけだ。遠慮はしないぜ、アイオリア。所詮ブロンズではゴールドセイントには勝てん。ファイト。獅子の牙を。あの冷酷な目はなぜアイオリアの目を輝きを失ってしまったんだ。くそ、ライトニングボルト。まだまだ。人生を枯れそうだ。まさしくセイントの鏡のようなアイオリア。アイオリア、今はまるで悪鬼のようだ。実力もわきまえずゴールドセイントに挑戦するか。俺には効かん。この愚かさを思い知るがいい。愚かな。あとは苦しいが死ぬ。ハイトニングセイントに挑戦。俺のコスモにアイオリア。ゴールドセイントの位まで高まれ。人生権は聖夜、死の鏡はできんぞ。俺のコスモ手形人生権。苦しいか、聖夜。今すぐ楽にしてやるぞ。ハイトニングスラッシュ。ウィナー。負けられない、アテナのためにも。ちょっと手加減しすぎたかな。待て、聖夜の命は誰にも渡さねえ。このカシオスがもらう。カシオスと言いたいところだが事情が変わった。聖夜、ここは俺が抑える。お前は早く先に行け。アイオリアは教皇の元老魔王剣にやられて洗脳された状態なのだ。元老魔王剣は犠牲者の前で人が一人死なないと解けない伝説の魔剣だ。なんだって。解け、カシオス。
前ごとき総評に用はない。どかぬ。あんたの目が覚めるまでは。うわバカな。カシオス、お前なぜ自らの体を貫くようなことを。だから言っただろう、目の前で人一人死なん限りアイオリアの目は覚めんと。それにお前に死なれると悲しむ人がいるんでな。え？その人が悲しむのを俺は見たくないんだ。俺にとっての女神とはその人のことなのだ。アイオリア！カシオスはお前を正気に戻すために命を投げ出したのに、まだ目が覚めないって言うのか。ドームよ。アイオリアも魔剣と戦っている。一撃、アイオリアを目覚めさせる一撃が欲しい。アイオリアの高速拳、今こそ見切るんだ。セイヤ、手加減はせんぞ。ファイト。だけだ、コスモよ、俺に奇跡を与えてくれ。一瞬でいい。俺のコスモよ、アイオリアの位まで高まってくれ。様がいくらコスモを高めたところで俺を倒すことはできん。カシオスと共に。俺には効かんぞ。アイオリア、勇敢なセイントというだけでなく人間としての優しさを持っていたあんたを取り戻すためにもこの命ある限り俺は諦めない。セイヤ、アイオリア、目覚めろ。正義の使者よ、父の牙を。ペガサス救世剣。さま、ペガサス救世剣。ペガサス救世剣。アイオリア、目を覚ませてくれ。アイオリア、救世剣。ええ、みんな目が覚めたか。アイオリア、これが俺の実力だ。俺は一体よかった、完全に元のアイオリアに戻ったんだな。カシオス。カシオス、今度は星になってシャイナさんを守ってやるんだぞ。セイヤ、アイオリア、カシオスを手厚く葬ってやってくれ。時間がないからな。俺たちは次の処女級へ向かうぜ。待て、セイヤ、一つだけ教えてやる。絶対に釈迦の目を開かせるな。釈迦の目が開かれた時、その場にいる全てのものは生き絶えるのだ。さあ、いつでもおいでなさい。あなたを信じています。
ペガサス、ペガサス、流星剣。私は信じています。サンクチュアリ第4の級巨海級へとたどり着いた聖夜とシリュウ。そこで2人は壁や床に無数の死人の顔が浮き出ているという異様な光景を目にする。それはカニザ・キャンサーのゴールドセイントとデスマスクの見境のない殺戮がもたらした結果だった。死人の顔の中に女子供のものまであることに気づき、怒りに震えるシリウは聖夜を先に行かせ、1対1でデスマスクと対峙するのだった。この巨海級に浮き出ている無数の死に顔は全て今まで俺が殺してきた奴らだ。その霊が成仏できずにこの巨海級を永遠に漂っているのだ。つまりこの死に顔は俺の勝利の証、強さの勲章だ。わかるか小僧、俺がデスマスクと呼ばれるのもそのためだ。そんなものが強さの勲章になどなるものか。セイントの名にかけてこのシーン力を込めてお前を倒す。いいだろうシリュウ、お前とは五老法での因縁があったな。今日こそあの上へのトンネルとでも言うべき石式を通って地獄へ行け。喰らえ石式冥界派。なんだこれは。うわお前を倒すために沸騰しているのだ、この竜の血がな。よかろう、五老法での決着を今つけてくれるわ。バイ目がないな。石式がなくの見るよ。これから貴様を確実に死の国へ届けようとしてよ。そうはいかん。野沢勝利だ。あの遠くに見える人影は、あの後ろ姿はもしかして氷河なのか。向こうに行ってはいけません。あの人たちが行こうとしているらしい。結局来てるの勇者。向こうには総領嬢さん。しかしどうすればここから脱出できるのか。耳を澄ますのです。あなたを救おうとする者の声に。何の、そうはいかん。そんな勝利は。シリュウ、どうかシリュウを。シュウ、始末日にあげてやるわ。シリュウ、どうだシュウリュウ派。ウィナー、この最強の剣と盾の前に敵はない。これぞ鍛錬の賜物。神様、どうかシリュウをお守りください。お願いします、シリュウを。誰かがシリュウの魂を石式から呼び戻している。これは五老法。そこか、うせろ小娘。よせデスマスク。あの小娘、ずいぶんお前のことを思っていたようだったな。感謝しろよ、これで二人揃って仲良くあの世に行けるのだからな。デスマスクよ、ここまで相手を憎いと思ったのは生まれて初めてだ。もはやお前に対して
一かけらの情け容赦も持たん。何バカな、死ぬからゴールドセイントをもしのぐほどのコスモを感じるとは一体。今や俺の地一滴までもが沸騰しているのだ。お前は竜の逆鱗に触れたのだ。いくらお前の全コスモを燃やして攻撃してこようと、決定的なダメージを与えることはできん。なぜなら俺が究極のクロス、ゴールドクロスをまとっているからだ。うぴゃー！バカな、キャンサーのゴールドクロスが全て俺から離れただと？おそらくゴールドクロスの意志、悪に染まったお前をクロス自身がゴールドセイントと認めなくなったということだ。しかしいくら同情の余地もない男とはいえ、そんな無防備な相手に手を下すなど、この死竜の誇りが許さない。さあこれで対等だ。あとは互いのコスモの力のみが勝敗を分ける。デスマスク、お前はこのシリウの逆鱗に触れたのだ。俺様を舐めるなよ。バイ、そうはいかない。お前はゴールドセイントの俺の方が上だ。俺のコスモは確かまだブロンズセイントの息を出ていないかもしれない。悪魔滅ぼす真のセイント、たとえ一瞬で俺のコスモゴールドセイントの位置まで高められるはずだ。この死の国で赤色冥界砲を食らい続けると、おそらく魂は地獄化になり、見知らぬ次元に帰還し、未来永劫を現世に転生することがあるまい。はい、死ぬ。お前の魂を奇跡を奇跡を奇跡を昇竜派やっぱー KO！ バカな。ウィナー！お前にゴールドクロスをまとう資格はない。これぞ鍛錬の賜物。誰か俺のコスモに直接語りかけてくる。あの声はもしや老師。春明は無事なのですか。よかった老師、ありがとうございました。ん、シリュウ、君まさか目が見えるように。見える、いつの間にか見えるぞ。そういえば以前老師に聞いたことがある。生命の源であるコスモを最大限まで高めることで肉体は治療や薬を超えた奇跡的な回復をすると。シリュウ、よかったね。きっとデスマスクとの戦いで君のコスモは最大限まで高まったんだね。ありがとうシュン。さあ急ごう。次の四死球で聖夜を戦っているはずだ。